じゃあ X 大会、そろそろやります。エントリーマーダーの人はお願いします。はい、大会エントリーしてくださいね。絶賛エントリーしております。皆様の参加をお待ちしております。はい、エントリーしてますんでね、皆さん参加される方はエントリーをお願いします。
まあ、今日20人ぐらいはいそうっすね。ねえ。
はい、じゃあそろそろ大会始めますけども大丈夫っすか。エントリー大丈夫ですか皆さん。大丈夫っすかな。うん、はい、じゃあ今日は東西戦形式ですね。さあタコ様のお食事も終わったところで、やりますよ。まあ、一応一通りいる人はまあ書いたとは思うんですけど、あ、ヒデ登場。いやごめんなさい、運行してたら遅くなりました。聞いてないよ。聞いてない。いや、あのね、大事、すっきり大事。スッキリない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 、こんな青春キャラ全開の僕を。はい、というわけでこんばんは、ヒデチュンディです。ってこれもう配信されてる？されてるよ。されてる。しかも今日多い、24。あ、すごっ。なんでタコ様効果。タコ様効果で。マジで。まあタコ様、タコ様。あ、タコ様が今日集めたと。まあじゃあもう大丈夫かな。なんかまだいそうな気もね、なんかしなくもない。今日のメンバーは破天荒、長州、島、山本、バイパー、渋谷、しのぶ、ひで、かわしむ、はく、たこさま、はいじん、ぐりぐら、りゅう、いのまた、すぎ、なかじま、しん、さかもと、こて、せお、とねぴー、ともざ、はいびき。多いな、24。すごいね。一プレもやってないわ、来たばっかりだからやんないと。
いやだからね、あのいや今日ね、もともとスロットしか打ってなくて、で来る気なかったんだけど、やっぱスト数やりたいと思って、でやめてきたっていうか、今日ねアイムジャグラーの設定5だったの。辛かった、ビッグ引けねえんだもん。しかもマイクオンにして言うからねっていうね。まあとりあえず2つやりましょう皆さん。今日も楽しく50円2プレイという良心的な価格。すいません、今から読み上げる方はカウンターに100円を持ってきてください。新、坂本、コテ、トネピー、ハイビキ、以上5名は、100円を、カウンターのところに、店員さんハデさんいますので申告して100円を入れてください。お願いします。
はい、参加費まだの方お願いしますね。あ、じゃあチーム分けなんですけど、まあリーダー募集すると多分出てこないんで、そう、暇そうにしてんの。ランダムでもいいんすか。まあこんだけいればランダムでもなんかなんとかなりそうな気もするけど、ランダムやっちゃうよ。ランダム、完全ランダム。じゃあ今日はやっちゃいますか、ランダムで。はい、火で失格。火で死んだ。
今今ガエル対ベガですね。僕もアップやんないとまずいな。
はい、じゃあチーム分けたんでもうやります。はい、じゃあ配信台はラスト。
い。はい、じゃあやりましょうか。いや、あのね、ワンピー側、ワンピーチームが、じゃあ読み上げていきます。カワシム、坂本、友沢、ジマ、杉、龍、ヒデ、シノブ、長州、中島、バイパー、グリグラ。あ、これワンピーチームです。で、ツーピーチームが、山本、瀬尾、渋谷、コテ、シン、タコ様、ハク、イノマタ、トネピー、破天荒、ハイビキ、ハイジン、男。ついさっき来ました。じゃあ一人目だけちょっとね、あの誰出すか決めてもらって、あとはかぶせで。まあ、今日は人数的に一人一回でいいですかね。一人一回、一キャラ。うん。まあ、出るときにキャラは。渋谷さんね、あ、サード勢の、うん、でも結構強い。勝ちに行くなら。さあ、ワンピーの方はどうやら先方杉さんが行くと。サード勢は今日は渋谷しのぶぐらいかな。まあ、はー、始まりますよ。やりまーす。もういつまでノリダやってんだよ。いきまーす。はい、先方青斎。青斎さんはいません。あ、ジマさんもか。ジマさんはサード勢だけど、最近 X かなりやってるんで、他のサード勢とはちょっと違うからね。もう、あ、やめた、もう X 勢、もう X 勢だ、俺は X 勢だと。やらない宣伝とか、こんな全然信用できないですけどね。白芸勢のやらない宣伝ぐらい信用できないものはないんで。はい、じゃあ 2P はどなた行きます。はい、 2P が、はい、先方青斎。青斎って言いたいん。おじいちゃん。渋谷さん。渋谷。渋谷さん。渋谷さん。渋谷。渋谷。アクセントは下げて。はい、頑張ってください、渋谷さん。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 渋谷さんではないです。渋谷さん。じゃあ本日のランキングバトル始めまーす。青さーい。はい、 1P が杉 X バイソン。杉バイソン対、渋谷 X チュンリー。X チュンリ
はあ、いや今日はね人数多めなんでもう一発勝負です。一人一回。さあ黄色といえば、お杉バイソンが1ラウンド目取った。珍しい珍しい言うても渋谷さんはサード勢ですかね。サード勢ですね。まあさすがに他のゲームやってる人には当てたくないじゃないですかね。おっと杉バイソンが、ああ杉バイソン強ムーブを繰り返す。はい 2P 側誰が行きますか。誰でもいいよ。スリーバイソンが怖くない人、いけいけ。はい、チュンリー2人目。あ2人目もチュンリー、はい、あチュンリーが続いていく。さあニコニコ全然、はい、コメントがない気がするんですけど、ニコニコ誰も見てないのかな。誰も見てない説。あえなんでピョッタ。さあ謎の地上コンボを入れていく。さあおっと殲滅が出る、確定してしまう。さあスリーバイソンはなんとなくノリで戦ってるような感じでしたが、さあニュートンじゃねえや、ニコニコこんなの誰も見てないですねって言ったら大体誰か見てますよみたいな返事をもらえてたんですけど、今までのパターンは。あコメントある。あ本当だ、なんで出てなかったの。失礼しました、なんかハゲがいつものところにコメントのウィンドウを置いてなかったので見えてなかっただけですね。あ失礼いたしました、コメントめちゃくちゃ来てました。めちゃくちゃってほどでもないけどね、めちゃくちゃ大量のコメントが来ておりました。10件ぐらいですけどね。ありがとうございます。たい平さんは今日はいないです。ハゲがいます。ハゲハゲとたい平の二択ですからね。あもう行きたい人が行っちゃってくださいね。ガンガン行ってください。誰でもいいんですよ、誰に断る必要もないですよ。さあサードをやめて X 勢になった男、ジマ、ジマガイル、ガイル A4 の弟子だそうです。あ A4 さんに教わっていると。スパルタ教育を受けてる。スパルタ教育、いやこれは期待できますね。さあ A4 に X の面白さを分からされたのか。分からされたサードやめるって言って X やってますからね。逆もいない、あんまり見ないですよね両方やってる人って。抜きぐらいなんですよね両方やってる人って実は。あーまあ両方ともかなりのレベルで、まあ、いやレベルってかそもそもやってないんじゃないのかな。やってない、うん、かなりのレベルどころか中級者ぐらいで両方やってるとかっていう人もあんましないはず。あんまり、あーまあ確かにね、まあ、大会があるんでちょっと記念に出ますかねみたいな。あー確かにねそっちの方が多いですね。まあねサードデーとか割と5の方やってるんでね。5や5の方がやってますね。まあね、5はね、X 勢よりもサード勢の方が向いてる感じですよね。やっぱダッシュがあるんでね。X ダッシュないんでね。ダッシュ難しいですよ、ダッシュ。ダッシュが難しい。ダッシュめっちゃ難しい。X 勢にとってはダッシュは。めっちゃダッシュ苦手だな、あれ俺。難しい。お、これは、あー今のはでかいのを食らってしまったジマガイル。これはちょっと A4 さんにお叱りを受けるんじゃないですかね。まあでもねガイルはね戦列あんまり食らいにくいんで、まあ、あんま気にしてたらやってられないところはあるんですが。さあ 1P 側3人目誰か好きな人言ってください。さあまだ言ってない人 1P 側、 1P 側
川島、坂本、友田、龍、秀、忍、長州、中島、バイパー、グリグラ、忍さん。さあ、忍エイジ。サード勢がこれで出陣。埋まってしまった。サード界最強の X プレイヤー。そうなの。あ、あと、まさかここに抜きより強い人がいると思うのかな。坂本さん、ちょっと参加費まだなんでお願いします。はい、坂本さんはシン君と戦ってるのか、もしかして2人で。あ、2人戦ってる。さあ、ゼロツー勢がやってる。ゼロツーはあんまりないですね。ゼロスリーはありますけど。あ、やっぱ忍強いっすね。確かに、さすがサード勢最強と言われた。おっと、しかし2回慣れたら死ぬが、さあ対空がしっかりしてますね。対空は見逃さないですね。さあ鳥かご。さあ山本さんは取り返せるのか。さあ戦列溜まったが飛んでいく。対空はさあ戦列が出ない、出ない出ない。さあ、この鳥かごはまさかハメか。さあ戦列はあるが真空もある。さあ出ない、今のは抜けられますが、どうなんですかね。戦列がガード、何も残ってないぞこれ。ノアの時間もないぞ。怪しいが、あ、怪しい怪しい。さあどう、飛びはダメ。飛びはダメですね。さあワンピー側が、忍さんが頑張っていい勝負になってきた。さあ 2P 側誰が行きますかね。瀬尾、小手、新、タコ様、白、猪俣、トネピー、破天荒、ハイビニ、タイジン、男。何ですかこのハイハイ並びは。ハイ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 。え、にだ話したいんだったら誰か言っていいですよ、強い人。ハイパービギナーだと思ったら男が現れた。男が言った。さあ最近バイソンにキャラを変えて、リングネームまで変えてバイソンを使っている男。さあバイソン竜は、バイソンは戦いやすい組み合わせですね。さあ、はめていく。お、3段入って、めくり。さあ、忍さん知っている。めくり。サード勢なのにバイソンへの打ち攻めを知っている。しかも結構練習してるっぽい。あー、引っかかった。さあ、これは男は投げに行くでしょう。そうですね、真空しっかり。さあ、忍キャラ隊も割としっかりしているのか。さあ、ウネガイルの方が好きだ。ガイルの方が強かったのにと。まあ、キャラがバイソンの方が強いんでね。さあ、クレイジーをどう使うか。対空、お、クレイジー。まあ、さすがの場合はね、この技強すぎっすよ、ちょっと。まあまあ、この X で最強クラスのスパコンですからね。この技作ったやつ誰だよ、ほんとほんとね。そんなのいっぱいあるんですけど、X。 あ、投げて。さあ、対空相打ちはバイソン OK でしょう。さあ、クレイジーも溜まっている。お互いゲージある。これはさあ、竜巻に当たる。もう一回竜巻が当たる。竜巻はめ。さあ、正面からクレイジーがあるが怖い。バイソン S は強いですよ、結構。おっと、今のクレイジー入力してたが出たまである。あー、さあ男死んでしまった。男死亡。これ女ですね。あ、これはセクハラ。ダメですね、ダメな発言をしてしまいました。さあ 2P どなたか。はい、セオコテシンタコハコ、タコ
タコ。タコ。タコはね、タコ バイソンに当てたいけどバイソンがいないんですよ。タコ待望論が出てますが、本人はどうなんでしょう。さあ、これ倒しちゃったら選べるルールします？そうっすね。あ、タコ様？タコがしょうがないんで行ったるかみたいな感じで行きましたが。さあ、タコ様を早くも投入。タコ様、小物道でツージーと当たるというわけのわかんない対戦が組まれていますが、何なんですかね、誰が決めたんですかね、これ。ツージー側にメリットが何もないというか、メリット何もないし、因縁も何もないし、そもそも存在すら知らないんじゃないかっていうレベルなんですけど、どういう意図さずでそれが組まれたのか全然わかんないですよね。一回ちょっと聞いてみたいですね、二回転あたりに。タコさん強いけど、ツージーさんはって、どう考えても逆でしょ。普通に考えて 10-0 アンテナだと思うんですけど、僕は。10-0? さあ、はめていく。竜巻で逃げて。さあ、削り。さあ、タコ様、ダブラリが出ていない。おお、体育しっかり、サードでとは思えない。ブロッキングが怖くないのか。ダブラリが全然出てないですね。ボタン効いてないまである。あ、ダブラリ、なんもないときは出ますね。うまいですね。踏み込みがしっかり、体育もしっかり。これはタコ様、通じどころではないぞ。タコ様どうする。さあ飛んで、いやー、お願い、ガイダルアトリックも通らない。タコ様、タコ様、パイク飛ばしそう。まだある、まだあります。なかった。全然、何しに出てきたのか。何しに来た。いや、もう誰も言ってないよ。俺は言ってないからね。さあ、誰でもいいから行けると言ったらタコ様が言ったんですけど、さあ残るはホテシン、ハク、イノマタ、トネピー、破天荒、ハイビリハイジン、ハイビリハイジン、ハイビリハイジン。あ？さあ、しのぶが死んでしまうぞ、このままでは。はい。はい、2P。もう選んじゃって。行ってください。さあ、CPU DJ に殺されてしまうので、早く行ってください。助けてぞ。はい、スター、おっと、廃人が行った。あ、廃人流。あ、もう、まだこんなバレてんの、お前、ダルシムで行こうとしてんの。廃人さんの X 流。あ、流対決。さあ、対空しっかりして、さらに、ふたちゃんっぽいめくり飛び込みができるですね、しのぶさん。えらいですね。さあこれは、おっと真空でよかったと思いますが、まあそこを使うまでもないですね。いや、本当に完勝です。これ敗人、何もできてない。あれ、これも X 勢か。しょさあ敗人が全然ダメージを取れていない。やっとファイヤーハイドが当たり、ファイヤーハロー言いにくいですね。投げていく。あ、これはもうダメまである。端っこ行っちゃった。さあ昇竜、これは大きいですね。竜巻、おっと、下がって受けた。しっかりしている。死んでしまう。さあ、誰が出た？あ、これはハイビリ君から。
ハイビキ、ハイビキさんの X バイソンか。さあ、しかしさっきもバイソンをやっている。さあ、怪しい飛びだったが、おお、すげえ減る。さあ、クレイジーがあるのでバイソンがだいぶ有利とはいえ、投げる、怪しい。おっと、あー、お、な、なに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 、裏と思わせての表、いやいや、ヘッドで削り角ですよ。さあ、3、さあ、竜巻正面、さあ、グランドが全然重なってなかったが当たってしまう。おっと、勝利点からの正面、真空があるがクレイジーも溜まってしまった。どうなんのこれ。さあ、いい、いい受け方だったが当たり、いいめくり。さあ、そこはバイソン側としてはくぐって投げたいとこですかね、しゃがみアッパーではなくて。さあ、これは、おっと、あるのか、相模アッパーが出てないが、いらないのか。おお、さあ、忍ぶ竜、ここまで頑張ったが、もはやバンジーピースか。しかし、いい仕事をした、すごかったですね、忍ぶさん。さあ、はい、ワンピー側、ワンピー側誰か言ってください。マジで、じゃあ俺行こっかな。お、俺行こっかな、あと行っちゃう。さあ、早めの出陣ですね、長州さんですね。長州剣、剣バイソンきつそうですけど、どうなんですか。そうですけど、下がっていきましたね。ねえ、波動拳、波動拳、あー、さあ、はめていく、はめていく、お、だ、下段にしたね、はめていく、下段にしたね。あ、進化性。さあ、まあでもああやってもう掴ん、どんどん掴んでってぐちゃぐちゃにするしかもうないんですかね、剣は。掴んだらもう勝ちパターンですからね。さあ、いいぞ。さあ、スマホかな、違う、おお、出た、出る気じゃん。ああ、ああ、ちょっと怪しかったですね。出るんだね。長州さんとやりたい人は破天荒さんが座りましたね。破天荒さんのキャラは、X、メインの X3 ですね。さあ、龍拳、さあ、こう長州さんの龍拳は結構言葉では表せないんですけど。まあ、空振ったところにファイヤーはなんかいろいろね、やりますよね、いろいろやってくる。そう、流線はいろいろ持っている。飛んで、まあ出るわけないですね。出るわけがない、出るわけがないですね。さっき出しちゃいましたからね。挙句の果てに中小竜でしたからね。中小竜、謎の中小竜。お、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 これはどうすんの、裏から、あ、出る、出るやんけ。今日もう早くも2回目、結構練習してきたね。練習してきた、練習してきたね。出るから、おお、弱い40いくつにしてもまだ成長する男。みんな諦めない方がいいってことだね。まだまだ成長、練習すれば上手くなるっていうね。
あ飛び、あーあーあーしゃがんでくらった飛びをしゃがんでくらう、この辺はさすがに年齢が、まあ、なんかいや、やっぱ一つ得るたびに何かが失われるんですよね交換、スロット交換制みたいな、投下交換みたいな、そうそうそう対空昇竜の枠に小足昇竜入れたみたいな小足レッパ入れたみたいな、そのなるほど、そう対空を削って、そう装備スロットが決まってるからそうどれ入れようかな、どれ入れようか、そう今日はレッパのスロットを入れてきた、レッパスロット入れてみたいな、おっとおっと A4K、 お、いい、ああいいですね、波動拳で、波動拳、あーいいですね、あーっと、あー中パン、中パンのつもりでした、中パン、あの中パンは本当に中パンだったのか、本当に中パンだったかなうん、怪しいな、はい、長州さんとやりたい人、なんか向こうの方でゲームしてる人たち、イエーイ、さあ 1P 側、あじゃない 2P 側、2P 側、さあやりたい人、シンさんが行きましたね、シンさんって僕何年かぶりに見たんですけど、シンさんのね、あの エントリー費ください、100円、100円ください、100円さあまあまあ、さあ、さあ元ホーク使いシン、そうですね、まあ当時から竜とかも使ってましたけど、あ当時から竜もやっていた、はい、使ってましたけどね、お、しっかり、さあ強気の波動を打っていく、打ってきますね、強気、あ、いい、うろうろ、あーっとからの昇竜、早い、あー、はめていく、まあね、あー、わ、なにそれ、なにそれ、なんだあの大昇竜、なんだ、ちょっと前歩き波動しましたね、多分あ、なるほど、昇竜拳の出し方は前に歩いて波動拳ですからね歩きながら波動拳ですよね、うん、踏んでしまう、なんでかっていうと昇竜拳の方が優先度が高いからですね、必殺技のね、そう、キャ、でもね、キャミ、でもキャミーはねスパイラルアローの方が優先度高い、あ、そうなんですか、あら前に歩いて波動拳するとアロー出ちゃうんですよ、不思議ですよね、さあ曲げてしまった、どうする、長州をのさばらすでおいていいの、こ、コテ君が行くの、何、若いのって言ってるから、シンさん100円、シンさん100円ね、シンさん100円100円ね、100円くれよシンさん、うん、徴収しといてくださいあ、どなたかちょっと徴収しといてくださいあー払いそう、コテさんの下がっと、あー、コテ、コテ下がっと、ま、確かにシンさん結構あの素直というかピュアだから嘘言っても平気で、あ、そうなんだって言って500円とか言ったら、あ、そうなんだとか言いながら払ってくれそう、あんまり疑うことをしないから、シンさん1000円です、1000はちょっと嘘っぽいっすねちょっとバレますかね、うん、200円とかにするとリアルかもしれないさあ分かってますね、コテッチ、さあコテサガット一本目取りました、あと、お、繋がってる、繋がってる、さあ画面端は結構きつい、結構きついぞ、さあ、あとはちょっと無理しなきゃいいのかなって感じになってきた、そうです ね、この体力差だとね、ね、あとちょっとでゲージもたまるし、もう変な変なタイガーね打つ必要ないですね、このレッパ食らいそうなところは打つ必要なくて、さあこれはかなり安全マン、おおっと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 、それはお見事、さあコテッチが勝って長州さんが死亡、長州さん次誰出すんですか、誰でもいい、グリグラ行け、フェイロンで殺せと、お、グリグラさんのワンピー側じゃ、フェイロン、もう長州さんが指名していく流れでね、2P 側はどうなってるのかわからないけど、さあ、あー死んだ、死にました、
終わり。死んだか。レックからなんか途中から食らう。あ、オアですね。あとワンチャンないです。ワンチャンないですね。ないです。ないです。生きてるだけです。エックス下がった。あとワンチャンない。生きてるだけですね。生きてるだけ。さあ、あと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 生きてるだけではないか。これあるのか。見えてきたかビクトリーロード。おおっとビクトリーロードが見えてきた。あっと来た来た。あーあーあー、なんで上。ビクトリーロード。さあ一応超上手にやればいけるらしい。あーこれ割に合わねえな。おい、なんだようちになんのよ。あー怖いよー、レックとレッカが怖いよ怖いよ助けてー、怖いよー、あー怖いよー、あーレッシュン、なんもないっす。危ない、削れんのそれ、大丈夫。おー、支援ガードしてタイガーにも間に合わないんですか。いや、なんもない。あ、なんもない。なんもない。なんもない。なんもないです。あー下大パンとレッカとレックが怖い。あーおー、あーゆうち、これはね頑張れ、怖いよー。あーバカー、頑張った。結構今割にあった。結構減りましたね。減りましたね。うん、やめてくれ、危ねえ危なかった今、さじ加減で一本分け。おお、垂直に対してライチしっかりと勝ち切った。初州シャン、リュウベガ、リュウさんはいるの。さあリュウさんが指名された。リュウさんいる、いる。さあ、リュウさん、来ました。頑張ったね、コテッチね。さあ、そのうち坂本さんが出てきて、下がっと下がっとになるんじゃないの。なりそう。頑張ってれば。あ、上。さあ、これは非常に難しい対戦。めくりから。これは上に行く、上に行く、投げる、もう打てない、何も打てない。スパコンがあるから。ああ、だからなんだああ投げ返されて、もうちょっときついが。おっと見えてきたがビクトリー。あ、上上、その上大丈夫。うわあ、おお、なんで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 、今は気まずかったね。お互い何人目か僕もわからないですねちなみに、確かに、ちなみに俺もわからない。まあまだね、半分ぐらいはお互い残ってるかな、はい、タイムショックみたいなクイズ来たな今何人目っつって、やばい。さあ年齢がいや、タイムショックは僕が子供の頃もリメイクしてやってた。さあ上、お、上、上、上かい。さあもう打てない、打った、打って、上なら間に合うってこと。どうなんだろう。ああ、終わったか。めくり遅らせで削って、上、上、さあパイクにはできたら、ああ、もう上、上どんどん上から、おおっと、おどうすんの。上、上、投げに行った投げに、素直に投げに行った。さあソヒデちゃんのやつね。さあおっと、ダメ8追い込んだ。これはでかいか、何な、なんかよくわかんない技やってる。とにかく上から行く、上から、あーっと、とにかく上からコテ、コテッチ、これはすかした。何それ、闇スト2の闇出ましたね今、踏まない。だからね、釣りパン。さあちょっとヘッドプレスを処理できてない。あーだ、ん、うん、うん、そっちに行く。さあリュウベガが、あーっと、あー、わかんなくなってきた。とりあえず逃げて、ダイガー2、ダイガー2段当たる、2段、あー、高尾、高尾だったか。
さあ、小手くんは、小手くんは次の人を指名してください。あれ、あと、あと4人。小手、はい、次の人を指名してください。僕、種川さんですか。ワンピーはあと7人、7人ですね。 2P あと4人。トネがかぶせに使える男ですから、ホンダが出るじゃないですかね。ホンダ以外のキャラだと多分勝てないんでね、そもそも。まあ言うてキャミーがメインだから、元キャミーだとまあそこそこ勝負になるかもしれないんですけど、まあホンダの方が安定でしょう。いやこの組み合わせは、トネガーはユーベガの10先の時にちょっと触ったりしてるはず。おこれはワンチャンス。ああ、こ逃げられるんですね。まあしっかり出ましたね。あれ、失敗すると死んじゃうんで。あ、失敗するとあれは死ぬ、食らっちゃうんでね。あ、オカマさあ、おっと今ダイスラいいですね。さあ、リューベガーは本田戦はやってるのか。さあ、本田何気にこの組み合わせは結構どすこいケーズ。あー、2ヒットしかしない。さあ、これはもう本田は何もガードできないので何か出すしかなくなる。うおあ、これ死んだっすよ。おっと、コマ投げ失敗したのか。ていうか、ここ小で刻んで大糸で勝ち確だったと思います。おお、ちょっと嘘くさい技を食らいましたが。はい、 1P 誰が残ってんだ。ホンダにかぶせていくならまあ中島かな。まあガイル・チュンリーあたりですか。まあ中島でいいんだね、とりあえず。そう、ワンピー結構ね、強いの固まっちゃったんですよ。ヒデか中島どっちか好きな方。おっと、中島さんかな。さあ、もうこれはもろにかぶせる形。言うても結構ホンダガイルは戦えるんですよね。チュンリーとかに比べると全然楽なはず。ほう、ああ、まあチュンリーよりはそうですね。チュンリー、DJ とか同じあのタメ系の飛び道具の中ではガエルが一番楽なんですね。あ、確かに、うん。しかし中島は自らホンダを使うんでね。そうですね、割とホンダの嫌なことは知ってるかもしれない。かもしれない。うわ、かもしれない運転。うわ、これはきつい。中島はいい動き。サマー出ない。お、しかしクライナーでしっかりしていた。あれ難しいんですけどね。まあほぼほぼホンダ側がなりますね、あの形。おー、着地成り角なんですけど1フレしかないので、その1フレピタで押せなかったら大いちょうが入ります。だいたいホンダが投げていると。ホンダ側はその次の1フレをピタで押せるので、着地を同時に押すだけでいいので、が投げ返し側はタイミングを見て押さないといけない1フレで。はい、イノバター。さあ、 2P は残り3人。何が出るのか。ホーク、ガイル、リガホーク。さあ、ホーク使いはガイルが好きですね。主食はガイルの勢いで。まあでも中島も結構がホーク戦をやってるので、ニュートンに来てるだけのことはあって、さあ、あ、ダブルサマーがから、あー出なかった。ちょっと今のは全盛期の精度がないですね。
フォー、ダイヤシー、ダイヤシー、うまい。フォー、サバー、サバー確定。サバーよりジャンプダイティックの方がどうだろう。さあどう、おっと弾きが入んなかった。しかしさあフォーからタジドリしっかりしていた。ああめていく。今のは難しいですよ。端っこピタではなくてちょっと離れたところから端っこに引っかかったので、タジ飛びは相当難しいんですが、よく出しましたね。フォー、さあおーしっかり中盤差までガードした方が良かったまである。あれフォー、さあこれは猪俣だ、大ピンチ。ダブル。おっとサバー、まあ、ダブルありますからね。フォー、うわー、サイヘリフォー、ワースイー、斜めジャンプダイディック。さあ残るはハクセオ、ハクセオ、ハクセオでハクが自ら出ていく。さあ、まあ、大将はセオに任せたい、キャミー置きたい。まあね、メインキャラ、キャミーですね。まあ、キャミー残しててもしょうがないっちゃしょうがないね。あ、でもキャミー残ってよかったかもしれないけどね。結構いけるんすよね。結構いける？いや、いけるでしょ。ダルシム、フォーク、サガ、チュンリーも結構いけるからね。さあ、そもそもまずガイルがきつい。ガイル、キャミーも結構戦えるっしょ。結構戦える、まあ、一発当たりめくり当たら勝ちやしね。さあ、あーうまい、めくりいきますよ。これはさあこれですね。ここがきつい。相打ちはおっと今のスタブは痛いですね。うわー、ああいうスタブをねきっちり根拠のある形で出していけるというのが強いですね。あ、お坊さん、さあお坊さん、ダルシムで出たいと言っていたが大将に大将にさせられてもう仕方なくダルチュンリで出ている。チュンリ選びましたね。まあ、最近チュンリ触ってないんで動いてるかどうか自信がないかもしれないですね。これお坊さんじゃなくてヒデを持っていた方が良かったかもしれないね。さあ今日あまりにもチームが偏ってたのでお坊さんとスリーワイソンをトレードしました。一番強そうなのと一番弱そうなのをトレードして、それでもまだそれでもまだワンピアーがどんなに偏ってたんだよっていう。まあ瀬尾さんならでも全然ありますよね。さあお坊さんでもね結構めんどくさい組み合わせがいっぱい残ってますからね。まあ、厳しいのは違いないですが、投げる。おっと、しっかり待っていた。うわっと、まあ、画面端出し、ガエル出しっていう感じですかね。さあ、飛んで。投げる、投げ角っぽかったですね、今。ノーガードで目の前に使ってきたら。はい、ワンピー側は誰が残ってんの？川島、坂本、友座、マイパー、ヒデ。ヒデ。まあ、とりあえず使っていきゃいいんじゃないの？坂本いきゃいいじゃん。だってどうせ、もう最後だし。どうせやん。だって何も残ってないからね、別にかぶせで出しようがないですからね、サガットも。まあまあまあ。まあ、配信見てる人もなるべくたくさん見たいと思うので弱い方から当てていっても。まあキャラ差があるきついんでね、この組み合わせ。他のキャラに比べるとプレイヤー云々じゃなくて。さあしかし体力勝っているのは坂本サガット。さあ坂本サガット見せていく。どうこれ、戦列さえもらわなければ。うわぶ、うぶ、おお戦列さえもらわなければ
せん、おーおーおっと、前列が出なかったわ。おいしい、坂本あるよ。俺ありますね。さあ、ヒデさんとのチュンリーチュンリーが見たい、どうなるんだろうとか言ってますけど、ヒデ上がってるとこ見たことないです。大会で当たって立ってるとこ見たことないよ。野時代は知らないけど。うまい。さあ、しかしこれさ、それ以前に坂本は勝って、勝つある。うわー、隠ったか今の。隠り今の。まあ、なんだこれ。投げ間合いが、投げ間合いおかしいですね、チュンリーね。うわー、二人して後ハゲとトネピーが二人して、うわーって、うわーうわーが被る。そう、うわーってなっちゃいますよ。さあ、お坊さんが戦列チャージしている。どうなのこれ。さあ、戦列チャージ、あるよこれ、あるよ。あ、狙いすぎよ、とがめて。あああ、いや、しかし生きている。これは3人が合っています。ああ、うわ、惜しいですね。でもな、立ち回り自体は坂本さん全然良かったですね。まあ、クソ技で割れたって感じですかね。勝ったことなそうなやつ。お、あれ、カワシムさんが行った。カワシムが行く。ヒデじゃねえの。いや、俺ダメ。いや、ダメな方から行くんだって。だからダメな方から行こうと生かして、なるべく配信を長くしようという目論みだったから。おーおー、あーっと、おお、中大失敗か。中中歩き、うわーうわー。さあ、ダルシムはとりあえずゲージ貯めたいですね。止まった。エンフェルで当たれば勝てます。ふん、まあ当たんないかな。ふみふみ。あ、シンさん100円、200円。罰金100円。さあ、100円払わず、しかもなんかそのままで大会出ましたからね。ものすごい勢いで座ってきましたから。はい、100円。はい、さあ、しっかり出ていた天正客からの乗っかり、これは戦列もガードできなくなるとつらいですね、ダルシム側としては。おあるある。おー、ぴょった。ピオル、飛んでいく。あー、うまいな。おっと、ピオリーチ、うっ。さあ、クラゲを、クラゲ、さあ、戦列使っていく。もう一回貯めるそうですね、これ。溜まりますね、これは。クラゲ、お、これはカーシムうまいですね。しかし、死ぬ。これは死にます。ナルシムはピョッちゃうんですよね、チューチュー大とかで。はい、ヒデワイパー、好きな方言ってくれ。残り3人、友田さんとヒデ、バイパーさん。さあ、バイパーさんが行くかな。行った。さあ、バイパーホーク。あ、友田もまだ残ってんのか。いっぱいいるな。さあ、ホークといえばチュンリー戦。そうですね、結構ホークがね、チュンリー倒してるところ結構見ますからね、大会だと。まあ、ワンチャン力あるんでね。うん、もう一回チュンリー相手でどのキャラも結局ワンチャン通さないと勝てないんですよね、大体。おこのだったらもうワンチャンでそのまま殺しきれるキャラが一番やっぱ勝率高くなりますね。ああ、
あれ当たってたら死んでたかもしれない。まあどうですかね、ちゃんとはめれたら死んでます。まあ、最近チュンリーとかもね、なんだかんだいい暴れをするので。お、さあ上、わあうまいですね、ジャンプダイキック。おっとボタンを押している。さあピョリーチだったが、うまい。しかしまあ画面端を背負ってるので苦しくはある。原体育、おっと、ヒデか友田か。さあ行きたい方が行け、友田が行く。お、最後はじゃあチュンリー対決と。まあまあ運が良かったら勝てるかもしれないっていう、言うて友田は結構チュンリー戦は勝ってるんでね。そうですね、多分大会のチュンリーの勝率8割ぐらいあるんじゃないですか友田。お、8割、大体勝ってますね。まあ大体ヒデと当たってるんですけど。あ、お、あ、ピオラズ、お坊さん相手も結構勝ってますね。お坊さんがね、ゆうべが足りすぎて目が恐怖症になっちゃってるので。投げ、あ、クラゲが当たって、さあ余計なことをした。あ、あ、あ、トモザも余計なことをしたが、ちょっとぐーちゃりましたね。さあダブル2で削れたですよね、今の体力だと。あ、なんでめくりの後弱ダブル2でいいのかな。ヒデさん最強、チュンリー最強だと思ってた、そんなわけないよ。なあ、これハメか、ハメていく。まあ、ヒデ強いっちゃ強いけど、最強っつってチュンリーはもう上がいっぱいいるんでね。まあ、とりあえずこのお坊さん自体がヒデよりは大体のキャラで強いですし、まあ、ヒデの方が上手い組み合わせもあるんですけど。お、お、さあ他にもなんと言ってもおとっちゅんがいますし、あ、あ、つながってはいない、まあ、3日やれば抜きが絶対強くなりますし、あ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 、まあこれはヒデが誰や、お坊さんがもう、うん、勝ち格まで。まあでも目がこれ分かんないですね、ゆうべがとかだったら全然こっからまだありますから。お、あるか俺。さあ、なかった。まあゼロドットっていうのがきつかったですね、今あの下がってもなんかガードさせられそうなところもありましたから。さあヒデが行く。さあヒデちゃん最強チュンリーらしいよ、大将戦です、頑張ってね。さあここまではヒデがいい。あ、このピンクというか 薄紫の方がヒデで、ヒデ君に。しかし追いつかれる。あー痛い。さあクラゲスカって蹴られて投げられて、さあ投げてヒデがまだある。あー、え、そうなの、あれ、あ、え、あれ負けんの、負けるよ。そうなんだ、重さよく知ってるな。さあ、セオ・チュンリーがリーチをかける。さあ、百列合戦で、さあ、ここまではヒデが、ヒデいい子こなし、ヒデ、さあ、このヒデ勝つとこを見せるか。おわー、あ、あ、危ない、あ、危ない、危ない、危ないよそれ。うん、おかしい、投げる、投げ返る、投げ返る、やっちまった。投げ投げが通っちゃいましたね。あれは最後ちょっと運が悪いですね、運が悪いっていうのは、まあ、いつものヒデでした。あれ最後 6.25% 引かれたわ。まあでもね、まあヒデが勝ってるとこ見たことないんでね、しょうがないですね。高い、あ、マジですか、倍くらい、はいはい、へえ。いやー、すいません、負けました。さっきみたいに画面端に引っかかってなんか投げ受け身取ってると、はい、ああいう風に連続投げになりやすいよ。あ、絶対、うん、絶対。ってことはあれは投げ受け身取りながら大転生パナスしかないみたいな状況になるんですかね。そう、まあでも絶対じゃないから。まあまあですよね。でもああ、なりやすいよ結構。あ、じゃあ投げ投げ、まあ、確率悪いのを引いてしまったと。そうそうそう、投げ投げってなりやすい。まあしょうがないかな。そう、いやー悔しいなー、やっぱ強えわ。
まあでも僕チュンリ最強だと思っててくれてる人がいるのは嬉しいです。うん、いやちょっとやめて、ちょっとやめて、チュンリのキャラちょっと若干チュンリのキャラ若干苦手説あるから僕は。あ、いうわけで、まあ、とりあえず本日のイベントは 2P 側の勝利、瀬尾さんマジ強でした。お疲れ様でした。瀬尾さんの勝ち。瀬尾さんゲーでしたね。瀬尾ゲー、いやーマジ強かったわ。でも雪のさん戦はヒデさんの方が上手ですよ、はい、そう、この間結構やられてたんで、はい、え、やったんですか瀬尾さんが。え、木曜日、うん、なんかいつか、うん、月曜日かな、なんかほら火曜日休みだったから一旦、あ、はい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 、行ったらいて、そうそう、ちょいちょいやられてたんでね。あのね、雪乃さんのね圧はねすごいとこから来るんですよ。だからまあやっぱねやられてましたよ、うん、僕もねたまにね5割くらいの時があるんで危ないです。勝ってる時のを参考にしたいねって言ってた。あー、ヒデさんがね、あ、僕が、うん、あ、はいはいはい、参考に、あ、写真、僕負けた側なんで、さすがに写真 2P 勝った人誰でもいいから写真写って、ていうか俺のじゃやりてえわ。はい、そうですね、瀬尾さんが勝ったからね意味ないは言い過ぎだけどね、意味ないはちょっと言い過ぎ、言い過ぎ説あるけどね、うん、いやいや勝ってるから、何人か勝ってるから、渋谷、勝ってるからね、はい、いや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 、負担を減らすってことだよ。負けチームだからね。そう、負けチームだから。しのぶさん勝ってたけど。小手くんとか結構勝ってたやろうが。長州さんに勝ってたでしょ。ええやろうが。まあ難しいからね。差がそうだ。グリグラさんにも勝ってたし。差がとけん、むずいからね。しょうがないよ。ということで。これは配信はこのままやるのかな、わかんないけど、12時ぐらいまで配信これやるってことなんで、よろしく。Fire! Fire!
Thank you.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 
Cyclone! 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 Cyclone!
Thank you.
You can!
Thank you.